引川。引川大橋西側より撮影引川城は、和歌山県西室郡にあった町で、2006年3月1日に隣接する白浜町と合併した。引川町は、紀伊半島の西側に位置していた。町域は、引川に沿って東西方向に伸びており、西は太平洋に面し、東は紀伊半島中部の山岳地帯にあたっていた。この町は、引川の中、 下流域を占めていたが、引き川が極流著しく、警告をなしていたため、平地は川口部を除きほぼ皆無であった。中心集落は日置。この集落は、引き川川口付近、町内でも貴重な平地に位置し、古来より、この引き川流域からの木材などの集産地として、栄えていた。上流から来た木材は、この日置で一度集められ、それを、 日置の港に寄った船が運び出していたのである。山としては、高瀬山、米山、白浜町との境に位置する塩津山及び行徳山、及び山、田辺市及び小沢川町との境にある大森山、これも田辺市との境にある将軍山、東町東部にそびえる山、舞山があり、川としては戦術の引き川の他に将軍川などがあった。 道軍上富田町が西方に田辺市が南方に西室郡須佐美町があった。西側でほんの一部の地域のみ東室郡小沢川町に接していた。引川町の中心部たる日置集落は古来より引川の上中流部からの木材集散地として栄えていた。最後の町長は前吉郎であった。1995年の統計によるとであった。 引き川の上流部では炭を散するなど、林業のようなことも盛んであった。また川添茶やレタスなど、換金作物の栽培も行われていた。和歌山南部地域の自治体は、高度経済成長期以降は人口、並びに税収の減少という深刻な問題を抱えている。一方で、近畿地方の都市部における電力需要は、近年も増大の一途をたどっている。こうした中、 関西電力は1976年に引川町内に原発建設を前提とした用地購入を行った。これを受けて補助金等の交付による財政の改善をうたう誘致賛成派と1万1のあるいは軽微な放射能漏れ事故を懸念する誘致反対派とに分かれ町民同士が対立するという事態が発生した。反原発派の三倉茂雄は1976年の 町長選で選挙事務長を務め反対派の町長の当選に貢献したが、その後その町長は推進派に倉返したため、1988年の選挙ではミクラ自身が町長選に立候補し、当選した。ミクラの意思により、引川町の長期計画から原発誘致の文字がなくなった。またこの反原発の流れは、その後の町長である前吉郎にも引き継がれた。 そして2005年2月18日付で、経済産業省の資源エネルギー庁からの通達を受け、電源開発促進重要地点としての指定が、正式に、引川町から外れることとなった。梨国体が和歌山県で開催された時、テニス会場に選ばれたため町内には立派なテニスコートがあり、旧引川町はテニスの町とされていた。町内には小学校6校、 中学校3校があった。高等学校、大学等はなかった。以下は、引川町当時の学校名と住所である。町の西部には、西日本旅客鉄道規制本線が走っていた。旧町域内唯一の鉄道駅は、紀伊日オ駅で、普通列車のみが停車する。町の中心部から2キロメートルほど離れていた。町のキャッチフレーズは、アユとテニスの町であり、 初夏から秋にかけての引き川では、あゆ釣りが盛んであった。シーズン最盛期には、週末になると、近畿圏一園から釣り人たちが当地を自家用車で訪れ、釣り具メーカー釣り雑誌主催によるあゆ釣り大会も行われていた。このため、引き川流域一帯には、釣り客向けの民宿が多数あった。三倉茂雄さんイコール半原発を訴え、和歌山県引き川町長に初当選。 毎日新聞1988年7月4日、東京長官三面三層は、インパール作戦への従軍経験があり、戦後宗教書を貪さぼり読んだ。反対の立場に立ったのは、原発は命の問題という認識が形成されたからであり、戦時の体験と戦後養った宗教感が色濃く反映していると毎日新聞は報じている。ありがとうございます。